経歴。与佐氏は畠山氏の家臣で、能登越中の守護代を務めました。同族が河内にもおり、河内でも守護代についています。主家の畠山氏は室町幕府の三管領の一つとして栄えていましたが、与佐氏が畠山氏に仕えたのはもっと前、南北朝時代と言われています。能登畠山氏の七代当主吉房は名君であり、吉房在政中の能登は安定した政治が行われていましたが、1545年に吉房が亡くなると、畠山家臣団は不和を生じ、吉房の寵愛を受けていた貫井房貞と譜代家臣の継光は対立し、加賀一向宗の思惑もあって内乱に発展しました。結果、貫井氏と与佐氏が和解して乱は収束したものの、一連の不始末の責を負う形で当主の畠山義継は出家して隠居となりました。能登畠山氏はこのことで大名としての弱さを露呈し、これを解消するため重臣たちによる合議制で運営することになります。合議体制は貫井氏、与佐氏、長子ら7人により行われ、彼らは七人衆と呼ばれて権勢を振るいました。貫井氏と与佐氏の対立はなおも水面下で続いており、政争に勝てないと感じた継光は加賀に出奔します。加賀では一向宗を味方につけ、兵力を得た継光は挙兵して能登に向かい、貫井氏らと合戦を始めました。この合戦は畠山氏を包帯する貫井氏らが勝利し、継光は再び加賀に逃れ、貫井氏の権勢はいよいよ能登で並ぶ者がいなくなりましたが、貫井氏の戦を良しとしない畠山氏九代当主の義綱は謹慎賀と図って貫井房貞を暗殺します。貫井氏の残存勢力は挙兵の動きを見せたため、義綱は継光を呼び戻してこれに備え貫井氏を一掃することに成功しました。その後しばらくは安定した時期が続きますが、この間に畠山義綱は大名権力の回復を図ったようで、継光や長子らは義綱のこうした動きに反発し、1566年、義綱や前当主の義継、義綱側近の伊賀は三つの部らを追放してしまいます。継光らは畠山氏の当主に義綱の子義則を迎え、これを傀儡として再び重臣たちによる専制政治を行いました。1577年、上杉謙信が能登に侵攻するとあっさり畠山氏から寝返り、家中で対立する長子一族をことごとく殺害して能登の実権を手にしましたが、謙信が没して織田軍が能登に手を伸ばすと、今度は信長に降伏しました。しかし信長は長子一族を誅殺した継光を許さず、継光はこの森光らと共に処刑され、与佐氏は滅亡しました。人物像。加賀に出奔中に一向宗を味方につけたり、義綱追放後は長子に対抗するため過去に追放した貫井房貞の孫景隆を呼び戻して接近するなど、政略外交などには長けていた人物のように思われます。特にかつての敵だった貫井氏を懐柔するあたり、人の扱いにも慣れていたような印象を受けます。継光は上杉氏を後ろ盾にし、敵対する長子は織田氏を頼みにしたので、結果的には継光は没落してしまいましたが、上杉氏の進行がもう少し早かったり、先に長子が上杉氏を頼ったりしていれば継光の滅亡はなかったのかもしれません。一説には主君である畠山義則を暗殺したのは継光であるともされますが、真偽はともかくそう思われるほど戦を大尽くしていたのでしょう。主君がたびたび創生することで上杉氏が介入しやすくする意図があったとすれば、そこまでする継光の野心は尋常ではなく熱心であると評価せざるを得ないように思われます。ゲーム内での評価。戦闘が低めで知略が高めという評価は一貫しており、その知略もなかなか高めに設定されています。政治力については評価しづらいところですが、低くはないと思います。継光は浮田直家の劣化版のような人物なので、畠山氏でゲームを始めた場合にどれほど扱いづらくできるかが求められそうです。与佐氏と相性のいい武将以外は忠誠度が下がり続けたり、継光を追放してもしばらくすると能登に戻って挙兵するなど、ある程度の特性を持たせられれば面白そうです。